帰ってきたオンライン対戦浮上によるゲーム実況、マリオカード Wii City グランプリエボリューションやっていきたいと思います。今回から、またですかね、はい、マリオカード Wii の実況を再開したいと思います。この City グランプリで、はい、これは一応説明しちゃいますと、まあ若干の改造版という感じになりますね。はい、まあこれをまあ実況、オンライン対戦をまあちょこちょこやっていきたいと思っております。まあ3レース分ぐらいかな、毎回。お久しぶりなんで、マリオカート Wii も、このマリオカート Wii CT レボリューション、 CT グランプリレボリューションは一応改造版となっておりますので、まあまあいろいろねあります。世界の人と遊べるんだな。まあちょっと世界のところで VS 行ってみましょう。まあワリオの、スーパーバウザーで行ってみたいと思います。まあキャラクターとか全然出してないんでね、だから世界の誰とでもってどういう設定なのかも全然、ちょっと今日初めてやった感じなので、まあやりましょう。まあレート5000から、意外といるな人。ですね、まあ一応チート行為がこれないと思うのでですね、この CT グランプリはチート行為をすると確か強制的に制限されるとか、そういうあれだったと思います。さあどういう対戦になるのか、まだ自分レート5000なので、ていうかかなりオンライン対戦久しぶりなんです。あー、こっちはちゃんとしたマリオカート Wii のコースですね。いやー、皆さん早いと思いますよ。どうやって、あ、これか。まあ、みんな、ねえ、まあ、みんな、これ9000台の部屋とかじゃない？怖いですね。かなりお久しぶりの実況になりますので、じゃあちょっと長くなりそうなので、レースが始まるまでカットします。はい、ということでやっていきたいと思います。この部屋ですね。ドビアの方よろしくお願いします。では、久しぶりのオンライン対戦やっていきたいと思います。コースはね、まあ、これはあれですね。普通にマリオカート Wii のコースと同じですね。CT の世界っていうのが確かあったと思うんですけど、あれの方はかなりレースっていうかコースが増えてるので、怖いですね。あんなコースやりたくない。で、お任せにすると今回ランダムで必ず選択になるんですね。あ、お任せで、まあ、わからないコースっていうことはない。はてな？どうやってハテナ出した？まあいいや。はい、ではやっていきましょう。10人部屋か。10人部屋じゃないんだ。へぇー。はい、グバさん。さあ、かなりお久しぶりのマリオカートビートになっておりますので、かなり手元が来るとか、いろいろあると思います。てか、対人戦が久しぶりすぎてやばいんです。はい、では行きましょう。100cc か。まあいいや。さあ、レートを上げるために、頑張りましょう。元マリカちゃんとしてたぜとして、これ怖いな、後ろから来るんじゃない。前の人が速いから前の設置に気をつけて行きましょう。レート5000とかね、久しぶりだわ。さあ、バンバン人のレート取っていきましょう。そんなことができるかわからないんですけど、まあ今のところはトゲ待ちですね。完全な。いい設置ですね。怖いな、あの偽子。多分中央とか置かれるんじゃない？ほらね。はいはいはい。でもまあまあまあ、レート的にもね、7000台とかいっぱいいたので、そこまで自分が手こずる部屋じゃないと思う。多分ね、多分。フラグじゃないよ。さあ、トゲも行って。ポイッと前に投げてこう。さあ、1位の人がトゲ読みだったかな、さっきの。まあ、順当に2位を走っております。赤コーラ、ここね、投げてもあんまり当てにくいんですよね。さあ、トゲ2つ目来た。ここはデスコンだ。はい、デスコンの意味。これ1位を取りたいですね。さあ、低空とかで失敗をしないために、ちゃんと行きましょう。キノコも回収。で、着地を狙って、緑コーラ投げます。いやー、久しぶりの割にちゃんと走れてんなやっぱそんじょそこらじゃ感覚はなくならないですね。まあ、早めにレート8000台とかに戻したいですね。これまあ新アカウントで作っちゃったんで、
かなりお久しぶりのあれですけど、後ろ来てるね、後ろ来てるね。これどう潰すかだね。まあ、一応防御アイテムに持っておきましょう。赤コーラ来ても怖くはないですけど、引っかからないか。お、はいはいはい、後ろの人ついてきてますよ。逃げたいけども、これは厳しいな。ちょっとこれは厳しい。ここでの3周目のトゲはきついです。アイテムを取って、ショートカットいけないからな。さあこれは、あーやっちまった。くそー、サンダー来い。サンダー出ないのかな。12人だと出ないのかな。やばい、せっかく1位独走してたのに最後のトゲでやられるとはな。まあこれこそオンライン対戦のあれですよね。あ、ウェーイ、ありがとう前の人。ギリギリ5位、なんとか5位。いやー久しぶりだからな。まあでもね、前走れてたから良かったと思うんですけどね。いや、プラス108、うまい。っていうか超久しぶりこの価格。はい、では次のレースが始まるまでカットします。はい、続いて第2レース 100cc か。またシャーベットランドやっていきましょう。ホイ発進、次は1位取る。まあさっきには不覚にもトゲを食らったからな。まあ難しいですからね、トゲ受けは。しかもワリオというね、ファンキーでもないから、まあまあまあ最初のね、5000台の時、イエーイウェーイフラグでしかない発言が。まあ、最下位も10位なんでね、そこまであれですけど。いやー、ここは前逃げ系だな、部屋が。そう思いますね。打開じゃない。絶対縦長になってるから。ちょっと前行きましょう。前でだんまいいとは思わないですけど。まあ、この部屋はね、前がちょっと固まっちゃってるから。ウェーイ反応。頑張れ、自分。頑張れ、ワリオ。ここ相手も。よし。まあ、10位、最下位なんで、サンダー出ないのかな、じゃあ。じゃあ、前で雲の付き合いをしてるので、回避しながら。ラグスカ先輩、やめてくださいよ。まあ、久しぶりですよね、この感覚も。いやー、ラグか。さあ、前に投げよう、これは。1個前。ウェーイ、ちょっと待てー。外役だ。外役でもないのかな。さあ行こう。後ろからさあ、やめてください。ちょっと引かないで。よしよし。でもちょっと前と離れたな。これはいけない。わー。わー。ズタボロ。2戦目にしてこのズタボロさ。操作性がな、ひどい。さっきほどサンダー振ったので、ちょっと1位逃げてるよ。いや、いけないよ、いけない。これはね。さあ、追いかけて、打開だな。もう最後5位以内入りましょう。レート5000台なんで、まだまだ負けると言ってもね、そこまでレートの変動はないですけど、ちゃっちゃか8000台は持っていきたいぞ。さあ、久しぶりの感覚でマリオカート Wii やっておりますので、もうね、動きを忘れてるよね、対人戦の。対人戦の動き忘れてて、スターのね、避け方とか、スターの使いどころ。アイテムー、ここでアイテム取れなかったらダメだな。やっぱり腕が鈍って。最後、ラストアイテムワンチャンですね。スターでいい。スターでいい。マジか。OK、ギリ、あー、ちょっと待ってうーん、泣きたい、これは泣きたい。はい。まあ、久しぶりなんで、こういうこともありますよね。ということで、マジか、ちょっと泣けるな。ダメですね。はい、では次1位目指します。では、レースが始まるまでカットします。はい、続いて、やっていきますのは、6位マリオサーキット、8位発進です。ここは打開ゲーで有名でしたが、今でも打開ゲーなのか。さあ、その育成は。とりあえず前にね、1周目出ましょう。
緑3つを後ろに投げていこう。さあ1人当たる。でね、あのね、今1位走ってる人がね、ものすごい速い、ものすごい速いというか9000台レート、安定してますね走りが。怖い、前に投げとこう。でここは後ろを潰します。さあさあさあ、結構後ろと離れたぞ。サンダーは降るということが分かったから、サンダーは降りますので、まあラグでしょうね、ここだ。サンダーは降るので、サンダー回避アイテムを握りたい。うわー、マジか。避けれないね、あれを。あれを避けれないとね、もうちょっと上手くならないですけどね。さあ、もうやめて、マジで。もう、マジで。さあ、2周目の最初じゃないよ。2周目の最後だったような気がする。さあ、3周目の最後。まあ、ここは抜かしといて、抜かされといて。くっそー。きつい。打開ゲーにしても、この距離はきつい。ちょっとね、アイテムが取れなさすぎてますね。さあ、行こう。さあ。さあ、もうサンダー降っちゃったからな。しかもテンプレじゃなかったような気がする。さあ、まあ、3ヶ月もすりゃね、変わるよね、いろいろ。よし、まだいける、まだいける。サンダー同じとこで降るのか分からん。これは使おう、使わず。よし来た、サンダー回避、うまい。キラーで前に出る。1位、早いな。さあ最後アイテムを出せない。まあでもここキンキの毛だったな最後。よし、後ろ潰す。ウィニングじゃない、ウィニング多い。よーし、3位。はい、やったね、サンダー回避。いやー、久しぶりだったんでね、まあ3レース、今回は3レースということになりましたが、ここで終わりたいと思います。211、まあレートはねちょくちょく開けていきたいと思います。では今回ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではさよなら。